三、包み区のビル群艦。包み区は香港の18の行政区画の一つである。大きな地域では、九流に属する。区域住民の収入は、香港全体の平均以下であり、三番目に高い人口である。区議会選局は34。三、包み区は、香港で最も人口密度の高い区域だが、また香港で最も大きい工業地域でもある。汚染。 貧困及び高齢化が問題化している。2001年の統計地数によると、この地区の低所得者と高所得者の割合は、それぞれ22.6%、15.5%で、ある。そしてこの区域に住んでいる、低所得者数は124,803人に上り、香港で最も多い。かつては、工業ビルが占める香港有数の工業地区であったが、近年は、 工場生産の中国本土へのシフトなどから工業ビルを改装してオフィス化しているところも多く香港と中間などのテナント量の高い地域よりも寝ごろ感があることから日本企業の現地法人を含めオフィス需要が高くなっている。それゆえ近年はオフィス街としての様相も見せていて昼時になるとサラリーマン風の勤労者が ランチを求め行列を作る光景が見られるようになった。この地区は以下の地域を含んでいる。ありがとうございます。